今日未明、北海道函館市の2階建てアパートで火事があり、住人2人がけがをしました。激しく燃え盛るオレンジ色の炎、深夜の住宅街にサイレンが鳴り響きました。午前1時半ごろ、函館市駒場町の木造2階建てアパートから火が出ました。消防車など17台が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、アパートの2階部分のほか、隣接するアパートの壁などを焼きました。この火事で住人2人が軽いけがをし、そのうち女性1人が両手と喉のやけどで病院に運ばれ手当てを受けました。警察と消防は燃え方の激しい2階を中心に火が出た原因を詳しく調べています。